南気仙沼駅は宮城県気仙沼市中町にある東日本旅客鉄道気仙沼線 BRT のバス停留所である。もともとは同社の気仙沼線の鉄道駅であった。専用道の延伸時に旧駅舎の所在していた場所に設置された。柳津方面、気仙沼方面の乗降場が相対して設置され、上下の便が交換可能になっている。 柳津方面域上向場に駅舎が設けられ、待合室、バスロケーションシステムのモニター、男女トイレ、多目的トイレが設置されている。赤い枠を型に専用道から駅前広場への出入り口があり、気仙沼市立病院経由便の出入りに使われる。BRT の運行開始時は、気仙沼市立病院近くの県道上に設置されていた。被災時点では、 短式ホーム一面一線を有する地上駅であったが、以前は一面二線であった。緑の窓口、自動券売機、JR 気仙沼旅行センター設置。駅業務は、JR 気仙沼旅行センター所属の社員が兼務する形にて行われていた。気仙沼駅管理。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は56人で、ある。 2000年度以降の推移は以下の通りである。なお、気仙沼線は東日本大震災後に BRT による復旧をしたため、2011年度以前の統計は鉄道運行時のものとなる。事業者名は廃止時点のものである。鉄道 BRT。ありがとうございます。